てさて、オッケー。いくらかかんだろうね。5000円ぐらいだったんだ。マッサージしてもらいたいんだけどな。お部屋はこのまんまでいいでしょ。お部屋はだってあの一昨日ぐらいに私お掃除したんでね、こないチャリでお金下ろそうってずっと出てんの。髪の毛交換ででも何気にさうまくいったよね、髪の毛。時間経ってね、そうなんで、ね、ちょっとね、崩れたぐらいの方がいいんだよね。あの髪の毛ってね。そう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 。ちょっと崩れるかなぐらいの。よし、行きましょう。配信機材はね、まあリスナーさんに教えられたりとかね、まあまあでもあれかな、便所さんとかでも結構教わったね。便所太郎さんとか教えてくれたり、いろんな人から教わったね。マッサージ受けるにソファーが、あ、何このソファーでやるってこと？ベッドがあるのに、上にベッドでいいでしょう、ソファーじゃなくて。おベッドで。あー疲れた、なんかちょっと一旦まったり、一旦まったりって感じでね。今ね、リスナーさんからね、ちょっと3件ぐらい来てるね。出張ホストの情報がね。よいしょ。あ、なんか電波めっちゃ悪い。大丈夫かな。ちょっと見てみよう、今ね、来たやつね。お店のやつ見てみましょう。
いくらだよね、本当にそんなお金持ってないんだよな。やっぱ下ろしてこないともうあれかね、まずいかしら。1万円以上すんの？マジ？就活ママ？ここがお店にも呼べて、これさ、頼んだってことよ。何これ何これ、いや、大丈夫かな？出せるかな？何これすごいチカチカしてんだけど横浜全出張だってでもリスナーさんが多分頼んだことあるんだろうねこれね多分あのお試し済みじゃなくてあのご愛をなさってるかお試し済みかねどっちかだと思うよお会いをなさってるのかしらねまさかあれ私タバコ買わなかったっけさっきあれあった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 から呼んだ時に4万円ぐらい取られた。それはちょっと高いね、4万円は。何そんぐらいが相場なのこういうのって。いや、私、でも女性扱いでしょ。こういうオカマとかは。多分。え、ダメなの？ちょっと値段見てみましょう、値段ね。お値段ちょっとチェック。1分でわかるって、これちょっと動画を見てみよう。あ、ダメ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 ちょっと待ってダメダメこれダメダメダメいやダメだダメだ危ないすごいこんうわあなるほどねなるほどなるほどこれはちょっと高そうだよねちょっとリスナーさんいいとこ選んだねちょっと料金システム見てみよう70分でも1万円だ。11時から翌日4時まで。90分で1万5千円だ。
まあ高くない、アロマ性感コースアロマ性感コースが1、2か。もう。いや、呼ぶだけじゃないよ。この値段よ。安いよね。だって90分1万5000円だよ。1時間半で1万5000円よ。ちょっとメンズ見てみる。ちょっとね、ボーイ、エスコートボーイ、セラピスト、ちょっと見てみる。セラピストね。あー、ちょっとまずいな。こっからはまずいな。ちょっと3枚目あたりからやばいね。うん、3枚目あたりがちょっとやばい感じね。セラピストちょっとあれだね、年上な感じするよね、うん、あ、これ20代だって。若いよ、20代、爽やか系だね。で、まあスタイルはいいしね。キュッと絞れてんねん。あー、でもまあまあって感じかな。まあって感じかね。まあイケメンというか、まあ整ってる感じよね。なんでセラピストなのに、あ、そうね、そこね、疑問は。セラピストなのに、なぜスーツを着てるかっていうね、疑問ね。確かに。この先大丈夫かな？大丈夫、大丈夫。あー、はい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 。爽やか系で。みんな言いたい放題だよね金払うのは私なんだけどちょっとね、もう真剣に選んでく、真剣にね、ちょっと失敗したくないんでね、私ね、ね、無駄金は使いたくないから、1万5000円だからね、皆さんね、真剣に。あ、この方は？この方はあー、でもなんかちょっと優しい系だね、可愛い系だね、この方はね。どう？あっちくんがかわいそう。この人いいと思います。あら、そう、あー、こういうね、こういうちょっとこう子犬ちゃん系ね、子犬ちゃん系。あ、いいじゃん、笑顔いいじゃん。あ、ちょっとごめんね。あらあらら、いいんじゃない。うん、笑顔の感じはそうだね。今市くん、あ、ほい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 、ちょっと待ってね。はい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 。のっくんのっくんで、なんだ、でもなんかのっくんの目に似てるね、確かに。のっくん系だよね。
これノックンじゃないの、これノックン登録してんじゃない、まさかのねえ、ノックン登録済みじゃない。うん、もう一人身長181だってでもさ、なんかすごいなんかマッサージうまそうよね。すんごいマッサージしそうでね。なんかテクニックはありそうよね。意外とね。お金が好きそうな顔。うん、ちょっと私のお友達の肌ちゃんに似てるわ。じゃあもう次。はい。爽やか系ね。爽やか系。ちょっと福士蒼汰みたいなね。でもさ、目元だけじゃ全然わかんないよねこれね。ねえ、本日出勤の人とか調べられるの？本日出勤。本日出勤？お泊まりコース5万円だってすごくない？お泊まり5万円だって。指名料が1000円で女性1人だね。神奈川で交通費は1000円か。交通費と料金設定これだね。あ、キャンセル料だ、キャンセル料。これは夫婦っていう、なんとか スワッピングみたいなやつね。スワップをするってことになるの多分ね。うん、ちょっと待ってね、もう一回見てみよう。うん、この人全然顔わかんないよね、これね。これはもう、あの、写真載せる必要ないよね、これね。ね、全隠しだよね、これも。全部隠しちゃってるね。わかんないよね、これね。あ、ちょっと目が出てる。これちょっと目出てる、ほら。これもノックンじゃないの。ちょっと俺もノックン系だね。ノックンどんだけあれじゃない、登録してんのって感じよね。まあこれはちょっとあれだよね、修正入ってるね、これね。プリクラみたいなねえ、これプリクラだよね。口元大事だよね、口元ね。口元隠れちゃう。口元だけブサイクっているもんね、口出たらね。あ、この人いいんじゃない？爽やかで。スタイルもいいし。なんかセラピストって感じよね、この人ね。ねえ。ほら。より目とちょっとなんかセラピスト、爽やかでセラピストって感じよね。鼻の穴がすごいかも。まあちょっと細い系でね。まあ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 、身長もこんな感じで。
で、この子たんはレイさん。あー、私こういう系ダメなのよ。これなんかバンドマン系、こういうモデルとかさ、バンドマン系、こういうのいるじゃん。こういうのちょっとダメね。髪がダメね。ロン毛が無理よ、ロン毛がね。わかる？なんかちょっとモデルでバンドマンみたいの。あー、でもこういう髪なんだ。あー、なんかバンギャとか好きそうだよね、こういうのね。バンギャとかね。SNS で勘違いの歌とか書いてそう。でもカラコンだね、カラコン。カラコン思いっきり入ってんね、これね。まあ、顔的にはそんなに悪そうではないけど。おぉ。まあ、メイクもしてんね、メイクもね。まあ、ほとんどメイクしてんじゃないかな、こういう人たちね。次、マキちゃん。マキちゃん、スタイルいいね、この人ね。足細っ。すんごくない？めっちゃガリガリだよね。足長っ。写真の撮り方3人呼ぼうじゃない。うん、めっちゃスタイルいい、この人。並んだら太ってんの目立っちゃうかな。いや、そんなことない。こう見えても男だから、私と同じぐらいでしょ、骨格は。でもね、顔が全くわかんないね。顔出ししてないね、この人ね。スタイルはいいんだけど。ね、もう能面みたいな。顔真っ白だよね。うん、次、リアムくん。あー、でもこういうの好きそうな人多いと思うよ、リスナーさんね。こういうの。今風だよね、今風。あ、ない。今日出勤って書いてあった。どこで出勤って見んの？なんか少年って感じで犬っぽい顔だね、この人ね。目がちょっと少年っぽい目だよね。うん。こういう感じね。はい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 。髪型によって変わるね、こういう顔はね。出勤がどこで見んの？あ、このチカチカしてんのが本日出勤で、これ今チカンチカンってなってんじゃん、ここ。ほら。で、ランキングに入ってる人がチカチカしてんだね、これね。人気な人が。もうチカンチカンがね。あ、じゃあこの辺はほとんど出勤してるということで。ほとんどね。じゃあチカ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 して、まだまだいるよだって。おって感じ。なしだよね、これはなしだよね。私も小峠には似てないしよ。何これ、すごい。あら、やだ。これは？これは？
このさ、なんかポーズが嫌だね、ポーズがね。ポージング下手くそだよね、こうなんか。なんかもの、もったいないよね、これね。でさ、結構あれね、顔にシワがすごいね。昨日新宿で会ったガク君みたい。配信者のね。ガク君に似てるわ。ちょっと出勤だけ見ていこうかな、出勤。本日出勤だけね。なんかサッカー部って感じよね。フットサルやってますみたいな、この人は。フットサルやってまーすみたいな。おじさんっぽい。年齢が30代って書いてあんね。あ、でもこの人がナンバーワンなんだ。この翔太っていう人が。見て見て見て、ナンバー入りがね、この人がナンバーワンで、この人がナンバーツーだって。この人ナンバースリー。ナンバーフォー。で、ナンバーファイブ？この翔太がナンバーワンだって。ピスタチオ。5がいい？ 5 がいい？あははははあ、こういう感じね、5ね。5人気だね。ナンバーファイブね。でもナンバー入りしてるとちょっとお高いんじゃないの？値段的に。あ、なんか今情報が来ましたね。ちょっと待ってね。ツイキャスを配信してる人がいるって。待機しながら。こちらのお店は。知ってる知ってる。ロマンスね。ここはね、やってるね、そういえばね、ツイキャスね。ロマンスって新宿にあるお店なんだけど。ここ、こないだ私見たことあるよね。話早いけどね。でね、一人ね、私ね、お気に入りの子いるのよ。で絶対ね、この人いいなと思ったやつ、人がいるのよ。ちょっと待って、まだいるかな。あのね、ちょっとね、ロバっぽい顔の人に、ね、ちょっといい？あー、もういなくなっちゃったかな。ちょっと待って、ハッチくんみたいのがいたんだけど、ちょっと待ってね、これハッチくんじゃない？ちょっと待って。ハッチくんにそっくりな人いたんだけど。あ、全然違うわ。一瞬だけだ。似てない。ちょっと待ってね、あの、大地くんじゃなくて名前、あ、これこれこれ、この子。この子よ、この子好きなのよ。この子。この子、この子。論文な。あ、ハチ君を逆に呼べとね。でも、ああ、でももう仕事終わってるかな。ハチ君呼ぼうかしら。ね、ハチ君にマッサージしてもらったら0円だもんね。そう、ちょっと待って、電話かけてみるわ。今。ちょっと待ってね。
寝てるかな。出ないね。なんだろうね、寝てんのかな、もしかしてね。出張中と。まあ、休みだからね。ああ、あとあれ頼まなきゃいけないの、ごめん。明日の料理配信の、あれだわ。ちょっと待って、具材を、明日何作ろうかな。ちょっと待ってね。ネットスーパーで頼もう、今日。伊藤洋華堂。何作ろうかな、明日。何が見たい？なんか和食作ろうかな、久しぶりに。肉じゃがとか。肉じゃがとホッケとかでいいかな。おせち料理はね、この間作った。肉じゃが作ろうかな。肉じゃがと、恵方巻きまだまだじゃん。だって2月の12日じゃない？恵方巻きって。まだ1月でしょ。恵方巻きは別でやる。豚汁？肉じゃがと、でも肉じゃが作った豚汁、あ、でもまあ具で、あまりの具でね、まあほぼ流用できるけど。恵方巻きは2月3日？あれ今日何日だっけ？もう2月？あ、違うよね。恵方巻きはまだ早いよね。いやね、これね、もうね、ネットで頼める。ネットで。よし。あ、火曜日お届け？え？どういうこと？ん？今日何曜日だっけ？
あら。受付は終了しましたになってるよ。いや、当日いつもできんだけどね、11時から13時間に合わないじゃん。え？今日月曜ね、月曜のお届けは終了しましたになってる。初めてなんだけど、祝日だから。多分他のスーパーも全滅なんで、ここイトーヨーカドーだから、東洋華堂がダメだったら全滅だわ。あら、どうしよう。やっぱ買ってくればよかった、さっき。めんどくさー。また外に行くの。明日料理配信やめようかしら。ねえ。あ、今週のスケジュール？ちょっと今ね、まだ全然空欄なんだよ。今見てるけど。全然空欄ですね、今んとこね。ホストと料理って何？ホストと料理って何よ。意味が分かんないね、ホスト。ホストは別に土曜日とかでもよくない？うん。ホスト楽しみにしてたの。うん、でもお金も下ろさなきゃいけないから、もう外出たくないもんさ、ちょっと一回テロップ消すわ。ねえ。待ってたんだからって、予定は見てよ、予定は見て。水曜日、でも火曜日ちょっと買い物行かなきゃダメなのか、これを水曜日にするか、小料理屋さんを。これをこっちに持ってきて、水曜日は早番だからちょうどいいね。ここに料理配信を持ってきて、ね、まだね、アマゾンのね、あれが届いてないのに、あの割烹着が。割烹着私頼んでんだけど、割烹着はね、本当は昨日届いてるはずなんだけど、まだ届いてないよね。火曜日出張放送にするんで、もうお金使えそう。ごっそとか一日でやるような企画じゃないよね。なんかこの辺にね、できるのがあれば、溜め込んでるやつを。この辺に溜め込んでるやつね。あ、これいいじゃん。スカイプアンチとツマチとかね。ピオちゃんのトランプもね。ピオちゃんのトランプも送ってなかったわ。
ホストやらないの待ってたのに。いやなんかでも化粧を落としたいんだよね私もうね。いいじゃん、もう何時間やってるの ?7、8、9、10、11、12、13、14、もう8時間、8時間目だよ、もう。あと16分で。8時間放送してんだよ。ちょっと。今から使えば、なんかね、あんまりね、一日に何個もやるとネタが尽きるかな。一日一個ぐらいのペースの方がいいのよね。詰めすぎると、その週が厳しくなる。こういう風に空いてきちゃうんだんだんね。火、木、金に、火、木、金が空いてんじゃん。やることがね。要はそういうことなんね。で、皆さんも、ね、一気に詰め込みすぎると次が期待ね。次が、ね、少なかったらつまんないとかね。だんだん目が肥えてくるんでね。期間限定60分1万円って書いてある。嘘。つまんない。何今日は中途半端って、ちゃんと成人の日スペシャル行ってきたじゃんの、お化粧して。どこは中途半端なのよ。会場に突しに行ったじゃないの。何が中途半端なのよ。結局男とイチャイチャしてるのを見たいってことね。ね、放送そうやって自分のおまんこを濡らしてね、画面を見ながら私がね男とイチャイチャしてるのを見て、おまんこを濡らしてね、自分の欲求を、金も払わない自分の欲求を満たしてると、ただでね。じゃあお金払うのは誰ですか、出張ホスト呼んで1万5千円ね払うのは誰ですかっていう話になるでしょ。わーって何する。いやお化粧はしないし、もう今してんじゃんお化粧。自分で呼べばいいね、そういう。な、別の日にやろうよ、もう疲れた今日は。なあちゃんが企画したんでしょって、だっていつも予定外のことが起きるじゃないの、うちのキャスは。発表したからみんな期待しちゃったの。出張ホストは現れたじゃない、新、中原の駅で。出張ホスト待ってたでしょ、私言ったじゃん。13時半にね、待ち合わせしてるってステーキ屋で、そしたらいたでしょ、ちゃんと。ね、待ち合わせして、本当にいたじゃないの、予言通り。電波ちょっと悪い。ねえ、青空ホスト。でもね、私の勘ってね、すごい冴えてんのよ。やっぱりね、放送を回してると、もうね、4年間やってると、なんかその流れとかがね、読めちゃうときあるね。この先こう起こりうることとかね。それ通りになったりとか、まあそれ通り行かない時もあるんだけど、そう、偶然で偶然。神保ちゃん。分かったよ、呼べばいいのね。呼べばいいのに、金使えばいいのに、私がね。もう。
皆さん呼ぶわよ、じゃあ電話するわ。誰でもいい、私のチョイスでいい、もう余ってる人でいいやん。もうブサイク来ようが何だろうが呼べばいいのね。うん、営業時間お電話ありがとうございます。横浜姫、もしもし。はい、初めてなんですけど、こちら女性専門なんですかね。そうです、はい。ニューハーフとか大丈夫ですか。はちょっとやってないんですよ、ね。はい、わかりました。はい、すいません。ほらー、はい、次行くわよ、次ね。ダメなのね。ニューハーフって言った方がいいね。ただいま電話を呼び出しております。おかけになった電話をお呼びしましたがお出になりません。おかけになった電話をお呼びしましたがお出になりません。どういうこと？おかけになった電話をお呼びしましたが、なんで出ないの？お店が混み合ってんのかな。ただいま電話を呼び出しております。メッセージ？現在電話、お問い合わせ、かかってきた。もしもし。もしもし。はい。ロマンスです。すいません。はい。初めての利用なんですけど、はい。そちらは女性限定でしょうか？そうですね。ニューハーフの方とかダメですか？ついてないかによってちょっと変わってくるんですよ。ああ、そこがですか。はい。ついてたらどうなんですか。ついてたらちょっとお断りな感じなんです。ああ、上はついてるんですけど。ああ、そうなんですね。はい。かしこまりました。ちなみにご希望のキャストってどちらのキャストになりますか。ホームページで見てたんですけど。はい。ですね、ちょっと待ってくださいね。はい。名前なんだっけな。ヤマトくん。あ、ヤマトくんですね。ちょっとヤマトくんが、その当日の予約っていうのが、はい。なかなか難しくなってまして、はい。今ご案内できるのが、結構上のクラスの子になったんですよ。ああ、ランク、はい。ちなみにどちらの方ですか？今、確認取っていけるかどうかが、
一応りょうくん、りょうくん、たけるくん、たけるくん、あとはりゅうちぇるくん、りゅうちぇるくん、はい、とあとライムくん、はい、とライムくんですか。はい、が一番早いかな。あー、そうですか。ちょっと確認してからまたお電話してもいいですか。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、すいません、はい、ちょっと見てみよう。でも何倍入りしてる人だってリューチェルって、ね、
リューチェルは SS ランキング。あ、この人キャス配信してんじゃん。この人キャス主で、キャス主、ここのお店のキャスに出てる、この人、この人確かね出てたよ。ちょっと待ってね。ウィッグではないでしょ。ウィッグなのこれ。なんかこの間配信してるの見ても、あー、お茶ばっかりありがとうございます。ザックザック。ほらいたでしょ、この方じゃないの。いや、ズラではないでしょ。本当っすね。アテロップよ。すごい強い。なんでだか関西の人。いや、ズラじゃないと思うよ。おっさんでもないと思うけどね。この子いいね、この子ね。この子、勇気。なんか真面目そうじゃない、この方。なんか普通っぽくていいよね。あなたってわけじゃないけど、まあ、無理。真面目そうな感じじゃない？劣ってるけど。闇がありそうと。あ、ハチくんが、ハチくんから連絡、ちょっと待って、うちの出張ホストから連絡があったら、ちょっと待ってね、やばいやばいやばい。ちょっと隠しとくね、一回ね。あ、うちばっかありがとうございます、ザクザク。待ってね、うちの出張ホストが連絡来たね。もしもーし。はいはい。何やってんの？今、洗濯干してタバコ吸ってた。あ、そうなの？放送見てんの、私の。見てないよ。あ、見てないの。あ、見てないよ。見てんでしょ。見てない、見てない。普通にタバコ吸って、うん、お風呂入ろうとしてたから俺。あ、そうなの。うん、仕事終わったばっかりだし。昨日ごめんね。え、昨日会いたかったでしょ。え、でも昨日はしょうがないから仕方がないよね、うん、そう。うん、うん。今日はずっと家にいるの？うん、予定はないかな。仕事終わって。そっか。もう3時だもんね。うん。どうしたの？どうしたの？ちょ、なんかね、今ね、出張ホスト呼ぼうみたいなね。あ、そうなの？うん、でもなんか見てたんだけど、サイトで。うん。知ってる？出張ホストって。あんまり知らない。デリヘルの男バージョンみたいな。うん、見てたんだけど、なんか女じゃダメとか、変なのしかいないね。まあそうだよ、そっち系はね。何そっち系って。あ、だってサイトね、一回僕あのググったことあるの。出張ホストを？過去ね、昔。ああ、何、働こうと思って。昔はそういうの、うん、経験はしようと思ったけど。はい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 。昔の話だから、それは。うん、うん、でも
あんまり気をつけた方がいいよ、受験は。気をつけた方がいい？うん、うん、気をつけた方がいいよ。私がもし配信つけながら読んだら怒る？そのマッサージみたいなの受けてたの。どういうこと？俺に了承したいってこと？いや、じゃなく、焼き餅焼くかなと思って。なんで焼かせたいの、これを。ちょっとね、そこら辺を今ね、ちょっとね、一線を飛び越えられないみたいな、おじさん。どういうこと？あ、でも、配信でしょ？まあ、配信だけど、ああ、うん、ちょっと引っかかるかなみたいな。え、ナナが引っかかるってこと？うん、それはちょっとね、ハチ君に悪いかなと思って。なんだそれ、どういうことよ。あ、でも放送だったらいいんじゃないの。だって放送つけてるんでしょ。いや、つけてるけど。そういうのは彼氏的にどうなのかなって。いや、だから放送つけてるんだったらそれはネタになるからいいんじゃないの。で、途中で放送が切れちゃったらどうすんの？いや、それは脇になるよね。なるんだ。なるよ。後日ムービー公開みたいな。あ、そう。いや、別にいいんだけど。いいの？病気とかになんなければ。え、何？エッチをしていいってこと？いや、だから病気とか感染しなければいいけど。どういうこと？エッチをしていいの？放送ついてたな。わからん。その時になんないと。わからん。ここで言ったってしょうがない。え、聞こえる？いや、ダメ。さすがにダメでしょ。ねえ。その時になんないとわからん。いやいや、その時になんないとダメじゃなく、わかんないよ。そこはダメって言ってよ、私にちゃんと。じゃあダメ。やめろって。どっち？え、ダメ。ほんとに？ハチ君の気持ちでそう言ってる？え、わざわざお金使ってそれを呼ぶんだったら意味なくない？俺の意味が。で、ハチ君のお金あげればいいの？いや、別にお金云々の関係はない。何よ、俺って。ハチ君は出張ホストじゃないでしょ？じゃないよ。ねえ、別にお金あげてるわけじゃないでしょ。じゃないけど。うん、遊びたいなら遊んだらいいよ。いや、遊びたいわけじゃないよ。あ、そう。いや、どうすんの？じゃあ会うの？どうなってんの？もうわけわかんなくなってきた。何？ハチ君と会うかってこと？いや、俺は仕事終わったし、うん、まあ明日は予定はないけど、今のとこね。うん。まあ別に疲れてるだろうからと思って。うん。うん。いや、合わないけど、うん、今日はね。うん、疲れてる俺も。ハチ君も疲れてるもんね。疲れてるし、仕事後だから。ね。くたびれてるから。とりあえず、まあ配信上つけてるんだったら、いいんじゃない。いいのか。ダメでしょ。じゃダメ。いや、私がダメ。じゃあ、そうして。いや、配信者だったらいいんだよ。配信者を家に呼んで、なんかネタ的にやるのは、私はいいと思うんだけど、そのプロをね、うん、呼んで、っていうのは全く知らない人じゃん。ぶっちゃけね。うん、まあね、ぶっちゃけ知らない人っていうのはやっぱりあれかなと思ってね。じゃあダメだよ。本当にそう思ってんの？ね、そう思ってんのって疑うのもどうかと思うけど。そう思ってなかったら言わないよ。金梅さんが言って、ハチ君浮気してるでしょ。なんでしてるでしょ。してないよ。本当に？してない。私が本妻だからね、ハチ君ね。また言った。席は入れてないけど、私が本妻だからね。まあ、知ってるよ、それは。ね、他に女がいても、私が本妻になるんだからね、席は入ってないけど。そりゃそうよ。うん。そりゃ、それを理解してくんないと。ね、一番は私よ。うん。わかる？うん。浮気
ないよ。本当に？してないよ。してない。なんかそうやって大丈夫、放送で大丈夫と、私が逆だったら普通は嫌なんだけど。あっちくんが、あっちくんがデリヘル呼ぶとかやってたら、足はもう、もう怒鳴り込みに行くわね。いいよ、別に。あの、本当にそういう覚悟があるから、普通に。覚悟？うん、別にあの、俺浮気してないっていう自信があるから。あ、じゃなく、あっちくんが放送ネタのやつは、私はもう怒るけどな。じゃあやんないで。本当にそう思ってる？お互いにお互いでしょ。本心、本当の本心で、うん、そう思う。そう思うよ。本当に？うん。うん。じゃあやんない。じゃあやめて。わかった。うん。ということです、はい、皆さん。ありがとう。はい、なんでどういうこと話す？ありがとう。はい、また後で連絡する、はい、放送終わったら。はーい。ということですね、皆さんね。やっとなんか自分の中で納得できたわ。やっぱ一線越えられないですね、私、配信者だけど。ちょっとね、いや、つまらんの分かってるけど、やっぱ越えられないわ、今日は。だったら企画すんなよと。いや、マッサージもなんか申し訳ないよ、マッサージされてるね。知らない男に体を触らせるのってのはちょっとやだな。違う違う、迷ってたのよ。迷って、外配信しながら迷ってたのどうしようかなって。リアルなし。え、買い物に行こうよと。めんどくさいとかじゃない。台本とかじゃなく。やっぱ日に日にね、日に日に大きくなっちゃってるね、気持ちがね。日に日に。日に日に、こう、なんか自分の中の気持ちがね。試さないとダメよのようなやつは俺、別れて俺んとこ来いだって。インバイさんが、うん、そうよ、そう、出会い系ね、この間出会い系やったんだけど、出会い系の時もちょっとね、やっぱ触りたくないと思ったもんね。なんか知らない男の股間を触るのもちょっとね、抵抗があったよね。だからちょっとジャスミン茶のボトルで触ったんだけどね、ペットボトルでね。何？じゃあそんな企画はあげないでって。俺の胸に飛び込んでこいと。金梅さんとのコラボみたい。なんかね、乗らないんだよね、気分的にね。面白いとは思うんだけどな。なんか乗らないんだよな。石川さんはわかんないな。ちょっと、お互いのスケジュール次第かな。チュッチュ、
ランチパック食いね。そういえばランチパックの存在忘れてたわ。ランチパック冷凍したよね、私ね。この間ランチパック全種類食べるとか言って。すっかり忘れてたわ。冷凍庫の中でランチパックが20パックぐらいあるわよ。すっかり忘れてた。俺は一人の女を全力で愛すよ、だって。お弁当を作っていこう。今何時だと思ってる？もう15時で3時だよ。もう夜ご飯だよね。結局どうすんの？いや、なしでしょ、もうこれは。あんたもつまんなくなったわねって。面白かったことなんてあんの？逆に聞きたいけど。最近なんか、ああ、これ面白かったなっていうのあるの？みんなもなんか、なーね、なんかね、毎日見てるかなっていうのあるでしょ、多分。でも3年間見てるかなとかさ。あ、山手線はね、みんな面白かったって言ってるけどね。企画倒れが多い。厳しいわね、かなりね。企画倒れが多いとね。そうね。やりでも吸いますか。みんなそうやって数日前の面白いことをね、すぐ忘れちゃうからね。今度は SSS ランクの、なんだっけ？りょうくんに夢中なんでしょ、りょうくんにね。もう SSS ランクが頭がね。あ、そういえばね、私ね、ステッカーね、注文したんだよね。ステッカーね、ついに注文しました。だから多分1週間ぐらいで新しいステッカーね、到着するんでね。また届いたらそれ見せるけど。ね。5種類200枚ずつ頼んだ。だから1000枚。1000枚ステッカー頼んだ。欲しいでしょ。リア凸限定なんで無料で配るんでね。な、今度2月は、福島でね、広島行くけど、その時にね、初めて持ってくけどね。欲しいでしょ。な、積極的に。美容師さんに多分土曜日に行こうと思ってんだけど、まだね、ちょっと、ね、場所がね、ほら、もう昔使ってたとこはさ、もう、いたずら電話でもうダメになっちゃったから、配信できなくなっちゃった。新しい店探さなきゃいけないね。デザインはね、届いたら発表する。5種類選んだんでね、私ね。ああ、だから外配信の時とかね、いつも持ち歩いてるから、こういう風にさ。今日も、何枚配った？今日も2枚ぐらい。2、3枚配ったんだけど、こういうね。これもうなくなり次第。もうこれはね、終了って感じで。そう。いや、販売はしない。販売、売り物じゃなくて無料で差し上げてるものなんだね。たまには販売、やなのよ、販売はもうめんどくさいから。揉めるからやなのよ、販売はね。販売してほしい。だったら5セットで100円でいいわよ。
郵送料の方が高いよね。安い。それ安いの。5セットで1000円とか。でもまあ今度ね、あれだもんね、ラグある？電波悪いなんだもん。カレンダーがあるんでね。カレンダーは発売するけど、ね、今度3月にカレンダー発売するかな。初見ですが、ずーっとなんか見てたです。楽しいでしょ？楽しいでしょ？ねえ、出張ホストなんか呼ばなくても、全然楽しめたでしょ？これが、このグダグダが、うちです。もう引っ張って引っ張ってみんなイライラしてると思いますが、ねえ、そのイライラが今度の期待にね、ぶつかるという。大きな大きな不満やね、イライラがみんな溜まってると思いますが、それが明日につながる。そう、他の日にぶつけてもらえればね。当たり外れが多いとかさ。いや、今日は、外れだよね、確かに。今日は外れかい？今日は盛りだくさんだった。外配信もあって、お化粧もして、ねえ、ね、成人式の会場行って、みたいな、ご飯も食べて、ねえ、ね、プレミアムゲストも来て、ね、リア突者も来て、みたいな。ねえ、うーん。まあね、明日はね、もうピシッと終わらそう。このままグダグダやっててもしょうがないね。まあしょうがない。ちょっとね、出張ホストは私の心が決まった時にやるわ、本当に。もう段取りしてね。ちゃんと段取り取って、まあバーンとやった方がいいよね。今日ぶつけるべきではないと思う。で、明日ね、明日はちょっと、新しい料理配信の仕方をするんで、黒巻を使って、小料理屋7っていうね、ちょっと今日割烹着が来るかどうかわかんないんで、ちょっと割烹着もね、届いてないんだけど、小料理屋7っていうね、黒巻合成を使って料理配信をしようかなと。でもちょっと割烹着が来なかった場合はまたちょっとね、予定がちょっとずれるかも、可能性もあるから、ちょっとまた練り直すわ、今日終わったら。ちょっと予定をまた練り直す。そう、メイク落としてね、ちょっと買い物行ってくるわ。そう、割烹着待ちなんで、ちょっと待ってね、本当に届いてないんだけど、ちょっと電話しようかな。いつ届くんだろう。ちょっとね、ここ2日ぐらいちょっとお家いなかったりしてたんで、あれ？でも今日朝1個荷物届いてるよね。13日日曜日に注文済みで、本日発送済みから来てないね。今日来るのかね、これね。ちょっと待って、気になりますか。これは見せん、ちょっと待ってね。これ何？ちょ
ちょっとなんか酔ってんのかな、わかんないけど、配信中じゃないの、配信してないのかな。っていうか、この荷物はいつ届くの、本当にもうぐだるなー。このさ、ADP っていうさ、業者嫌いなんだよ、私。なんか Amazon のなんか専用業者みたいな。ここいつもなんか、あれよね。でも今日に届くってことかな、これ。本日発送済みだから、もう今日には必ず届くってこと？本日中にお届けって書いてあるもんね。これ、米びつとコロコロと割烹着を頼んだんだけどね。本日中にお届けってことは今日お届くってことでしょ。夜だね、多分ね。ってことは、小料理屋はできるってことだね。今日届くかな。ねえ、今日届くってことは明日できるってことだね。組み合わせが受ける、そう、コロコロと米蜜と割烹着組み合わせすごいよね。米蜜、え、フローリング用のコロコロ割烹着ね。うん、エンディングが見たい？じゃあそれで終わりする？まあちょっと買い物行って行くわ。じゃあエンディングで終わりにする？あのいつものやつ？心がってやつ？じゃあそれで締めましょう。あのいつものやつでいい？で、明日はね、小料理屋7ということでね、黒巻の、料理配信ということでね。じゃあ、エンディング。成人の方おめでとうございますって感じでね。ちょっとなんかずれてんね、微妙に。なんだろうこれ。これで真ん中かな。おつじょりです。心が見えなくて不安な日もあった。誰かを愛する意味、自分なりに決めた。全てを信じ抜くこと。
傷つき